タイムマシン80万年後の世界へは1960年のアメリカ映画 H.G. ウェルズの SF 小説タイムマシンをジョージ・パルが映画化した作品である H.G. ウェルズの古典 SF 小説タイムマシンをガツ世界征服地球最後の日宇宙戦争を制作してきたジョージ・パルが自ら監督して映画化した作品であるウェルズの原作を 黒いサソリのデビッド・ダンカンが脚色した。人類の二分化が核戦争の結果であること、イーロイがモーロックと戦うことなど、時代設定や筋立ては原作と異なった部分が多く、原作出版後に起こった第一次世界大戦や映画公開時には、近未来であった1966年にロンドンが核攻撃で壊滅してしまうなどの描写が加えられている。 撮影は1949年の戦場でアカデミー撮影賞を受賞したポール・シー・ボーゲル。編集は北北西に震路を取れで同編集賞にノミネートされたジョージ・トマシーニが担当した。特撮では時間を移動する場面でアニメーターであったジョージ・パルのパペトーンと呼ばれる人形アニメーションの技法や低速度撮影などが使われている。 本作はアカデミー特殊講果賞を受賞し、視覚効果のジーン・ウォレンとティムバーがオスカー像を手にした。主演のロト・テイラーは、この後ヒッチコック監督の鳥などに出演した。ジョージの友人とその未来の子供の二役を演じたアラン・ヤングは2002年にリメイクされたタイムマシンにも亀を出演している。1900年1月6日のロンドン。 デビッド・ヒルビーらは発明家、ジョージの邸宅に招待されていた。そこへ、満身創痍のジョージが現れる。驚く彼らの前で、ジョージは自分の身に起きた出来事を語り出した。一週間前の1899年を晦日、ジョージは自宅に招待したデビッドたちに、過去と未来を旅できる機械タイムマシンを発明したと宣言し、目の前でその模型を消してみせた。 共談するデビッドだが他の男たちは防和戦争のための発明をすべきだ。として相手にしない。現在に絶望したというジョージにデビッドはどこにも旅立たないように願うがジョージはすでに完成させていた実物大のタイムマシンへ乗り込んで未来へと向かった。1916年にたどり着いた彼はデビッドに似た男に話しかけるが彼は デビットの息子であるジェームズであった。デビットの知人と自己紹介するジョージに、ジェームズは父が戦争で戦死したと伝える。唯一の友人を失った悲しみに、ジョージはさらなる未来へ出発。1940年でロンドン空襲に巻き込まれながらも、高層ビルが立ち並ぶ1966年に到着する。だが、彼の周りでは空襲警報が鳴り響き、 老いた、ジェームズも逃げまとう始末。呆然とするジョージだったが、その頭上で、核爆弾が炸裂。さらに大規模な地殻変動によって、ジョージを乗せたタイムマシンは、溶岩の中に閉じ込められる。何十万年もの地殻変動を経て、ジョージがたどり着いたのは、西暦80万2701年の世界だった。緑あふれる地上で、彼は、未来人。 ウィーナと知り合うが、その世界では、彼女の属する無気力な地上人、イーロイが、地底人、モウロックに支配され、食べられていることが、明らかになる。263年に及ぶ、東西核戦争で世界が荒廃し、地上に残った人類がイーロイに、地下に潜った者たちが、モウロックに進化したのだ。知識欲が失せ、ひたすら、モウロックに襲われるのを待つばかりのイーロイに憤慨する。 ジョージだったが、ウィーナが、モーロックの世界へ通じる扉に吸い込まれてしまう。ジョージは、ウィーナを救うべく、地下へと向かう。ありがとうございます。